前回久しぶりの飛行機で東京から北海道に降り立った大輔、新千歳空港からはレンタカーを借り、350キロという途方もない距離にもかかわらず、なんとか稚内に到着することができました。今回はその稚内の中で最も北にある宗谷岬へサハリンの姿を確認しに行きます。果たしてこの旅の目的であるサハリンを拝むことはできるのでしょうか。この男が目を覚ましたのは午前10時過ぎ。すでに太陽は高くまで昇ってしまっています。さて、気を取り直して稚内市街地から宗谷岬までドライブです。その距離は 30km と少し。すでに前日に 350km を走破しているこの男、実はホテルをチェックアウトするときに徒歩圏内でサハリンが見える場所がどこかフロントデスクに尋ねたようですね。相当移動がしんどかったようです。 30km もさらに先に進むことに抵抗があったようですね。しかし諦めずに進むこと30分、無事に目的地に到着できたようです。僕は今ね、日本人が訪れることができる最北端の地に来ています。この先のね、宗谷岬、この先のあの塔が、それですね。日本政府の実効支配が及ぶ範囲における最北端の地っていうことで、この宗谷岬のさらに向こうにですね、海を挟んで弁天島っていうのがあるんですけどね、それ無人島ってことなんで、とりあえずね、僕は交通機関を使ってね、車で訪れることができる地というと、ここは最北端ということですね。弁天島っていうのはですね、宗谷岬の沖合西北西約1キロに位置している無人島ということですね。そこが本当の最北端ということですけど、一応日本政府の実効的支配が有効な、土地ということで、そのね、弁天島が最北端ということですけど、問題はね、この先にあるサハリンが見えるかどうかっていうことなんですよね。僕のチャンネル、週末海外ノマドということで、皆さんご存知の通りね、今海外に行くことができませんので、本チャンネル開設以降の週末海外ノマドの実行ということで、外国が見える、外国っていうのもね、日本政府の実効支配が効く範囲外ということですけど、これを見れる日本最北端に、来てみました。この地からお届けしましたということになります。最北端から望むサハリンね、ロシアサハリン州でいいのかな。この先にサハリンがあるということですけども、皆さんこれ見えますかね。お、どうですか皆さん、これは見えたってことでいいんじゃないですか。このね、中央に映る島がサハリンということになります。これね、稚内市の案内改めて見てみたんですよ。そしたらね、あそこの島サハリンにたどり着くにはパスポートが必要ってことですね。そしてロシア入国に伴う税関が必要ということです。もちろんね、ロシアはビザ免除の対象国ではないので、あらかじめビザの取得が必要ということですね。カラクトというのかね、サハリンというのかね、領土問題の経緯についてはいろいろありますので、ここでは触れませんけども、稚内市の案内には、パスポートがね必要ということで書いてありました。僕もね、そのうちあそこの島行ってみようかなと思いますね、週末海外ノマドしにね。今ね、僕ここにいるんですけど、めちゃくちゃ腹減ったんで、なんかラーメンかなんか食べられるとこを探したいんですけどね。食堂最北端明けた商店やってないんだよな、これ見た感じ。あそこなんですけどやってないんですよ。この土産物屋で最後なんか買うしかないのかな。いや、きついな、何もなさそう。飲食店がないと思ったら、こんないいところが隣にありました。ここでホタテ串とタコ串とすり身汁を今ね準備したんで、これを食べていきたいと思います。めちゃくちゃ楽
ね、日本最北端の地で運営されてる、なんていうの、食事どころですよね。間違いないよね。お、ちょうど人がいなくなったから本当の最北端行ってみましょう。この記念碑の裏のこの人が立てるところがね、ここがね本当の最北端ということなんじゃないでしょうかね。ここよし着きましたよ帰ろ帰ろ帰ろ。Say hi first. Say hi. How is it? How is it? Ah, by the way, it's like a good view, Dayton. Like the sunset. The sunset.